はい、どうも翼です。先生、看護師回復期リハビリテーション勤務の方の給料について語ります。二交代勤務の給料について語ります。例えばね、他にも給与明細書集めたものを再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストからおたどりくださいませ。ね、あと、漁船や、薬剤師の給与明細書を持っている方はツイッターに送りくださいませ。では、いきます。はい、出勤が14日で、勤務時間が162時間ですね。まあ、2交代なんで、1日だいたい12時間ぐらい、12時間ぐらい働いていることになりますね。はい。時間外手当が3万5千円。で、基本給が15万5千円。休日手当が4千円。資格手当が2万5千円。当直手当が6万5千円。障害設計手当が5万5千円。残業手当が3万5千円で、一番下、総支給額は34万8000円ですね。健康保険が1万1000円、厚生年金が2万1000円、雇用保険が1000円、所得税が8900円で、排除合計額は4万3000円、差し引き支給額は30万5391円ですね。はい、終わります。